はい、よろしくお願いします。お願いします。ジャムジャスクール2限目スポーツの担当の中澤です。よろしくお願いします。はい、はい、で、お昼のテーマは、まるまるを使って姿勢美人に一択で簡単トレーニングというところでやっていきたいと思います。で、まあ、どこを鍛えると一番姿勢改善につながるかというところなんですが、玉川学園さん、はい、どこだと思いますか？姿勢だから、腹筋、一つ何か挙げるとしたら、腹筋。腹筋、おー、なるほどね。よく腰痛には腹筋を鍛えろっていうふうに言われて、まあ結構みんな丸くなるような腹筋をしたりするんですけど、まああれは今逆効果になる、要は姿勢が悪くなるっていうのはどちらかというと体が丸くなる状態になってしまうので、腹筋を丸まるような腹筋をすると逆にまあ体が丸くなって姿勢が悪くなるっていうふうになって腰痛が悪化したり猫背になってしまうっていうふうな、まあ、論文が結構出てます。で、今回鍛える姿勢を直すために鍛える場所はいわゆる体幹、体の幹と書いて、まあ肩と首とこの骨盤の股関節から下を切り取ったところのこの胴体の部分ですね、このあたりをトレーニングするようなものをやっていきますので、意識は、結構体を姿勢を固定したりとかをするんですけど、この固定する手とか足先とかに力を入れてしまうと体が硬直してしまうので、そもそも末端に力が入ってしまってあんまりこの辺の意識ができないので、この辺は支えるだけなので、指先とかはリラックスして体を楽に使いながら、意識はこの自分が一本の、まあ、木だと思っていただいて、そこを固めつつ手を動かしたりとか足を動かしたりしますので、そこちょっと意識しながらチャレンジしていただけると思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、で、水を入れたりとか水分補給は各自でお任せしますので、途中途中で全然やっていただいて構いませんので、よろしくお願いします。はい、で、約30分間やってきますので、はい、で、トレーニング中は音声をミュートにしていただいて、はい、そうですね、はい、皆さんありがとうございます。では最初ストレッチからやっていきますので、よろしくお願いします。はい、では行きましょう。右足を前に出していただいて、前習いをします。はい、で、この状態から上に上げていって、耳を通過したぐらいから体をゆっくり後ろに倒します。で、首も反っていきましょう。はい、1。そして戻します。で、もう一度、手を上げていきます。息を吐きながら行きましょう。2。はい、5回行きましょう。3。はい、いいですね。はい、4、はい、ラスト5、はい、OK、いいですね。で、この状態から今度は横に広げていきます。後ろに広げていって指先を見ていきましょう。そうです、はい、1、広げて2、そうです、3、バランスを保ちながら、し、はい、やっていきましょう。5、はい、OK。では、今度反対の足、左足に変えます。そして、また前習いをして、上に上げていきましょう。息を吐きながら、スーッと入っていきましょう。はい、戻す。1、はい、上げていって、上げていって、上まで行ってみましょう。はい、2、
はい、見ないで。そうです。脱力。3。うん。いいですね。はい、戻しましょう。ラスト。5。はい、OK。では、この状態から外に開いて、指先に入れていきましょう。真ん中の軸で回転する形ですね。首も目線を追いかけていきましょう。指先を見ていきます。頭の前ぐらいに見とってくださいね。はい、出していきましょう。6。はい、皆さんいいですね。 OK。 今度はまた右に切り替えます。右足に切り替えていただいて、両手を後ろについて、お尻引きます。そうすると、後ろ、ももの裏から、ふくらはぎ、ふらふら伸びます。で、左手をついて、右手を開きます。はい、1。はい、戻して、お尻をもげきます。いいですね。はい、前。3。はい、戻す。はい、後ろ。前。はい、出していきましょう。はい、後ろ。前。はい、後。はい、OK です。今度は逆行きましょう。左足です。左で立って、この状態で手をついて、後ろにお尻引く。で、伸ばして、右手をついて、左手を上げる。はい、戻す。はい、後ろ。はい、前。開く。はい、戻して。後ろ。前。開く。はい、ラストいきましょう。後ろ。前。OK。 はい、で、やることを背中を伸ばしていきます。手をですね、前についてお尻をぐーっと後ろに引きます。で、このポーズのような形ですね。で、指先を見ていただいて、この背中が伸びてくると思います。そのまま右手を半歩右に、で、左を寄せる。このまま横に歩いていきつつ、そこから左側の背中を伸びていきます。で、一回止めましょう。で、呼吸して鼻で吸って、口から吐いて。お尻引きましょう。お尻引いて。さあ、はい、戻して、真ん中に戻って、今度は左側に、1。で、右の背中を伸ばして、お尻引いて。はい、OK です。そしたら、次はですね、足立っていただいて、ちょっと肩幅よりも足をワイドにします。で、つま先を外に向けます。波股のような状態ですね。で、肘を自分の膝の上に乗せます。そうです。で、このままつま先を片方ずつ上げていく。1。2、関節を取れて、3、4、体が前に倒せないように、まっすぐ前に見て、5、5、6、7、8、9、10、ここまで OK です。では今度はお尻で、この状態のまま、8の字を書いていきます。こんな感じです。そう、いいですね、皆さん。そう、1。体前に倒さないように、目線を前にしましょう。OK。動かして。はい、ラスト1周。はい、結構です。OK です。これで、まあ、股関節周りと、体全体的にちょっとストレッチをしていきました。で、今日、トレーニングする体幹っていうのは、体の軸になるところなので、バランスがすごく大事になってきます。なので、最初にちょっとバランスを皆さんの
バランスが今どのぐらいなのかっていうのをちょっと見ていきますので、一緒にやってみましょう。やることは非常に簡単です。立っていただいて、足を両足つけます。で、右足を軽く胸の方に近づけて、このまま立ちます。で、この状態から目をつぶるだけです。目をつぶって立ってられるかっていうのを見ていきましょう。では、いきますよ。まず抱えて、まだ目を閉じなくていいですよ。まず抱えて、レディー。ゴー、閉じまーす。はい、流れてたらいいですよ、そのままストップしましょう。あと、すごいいろんなとこ行ってますね、大丈夫ですか？はーい、オッケーだいぶ皆さん揺れてましたね、オッケーオッケー。で、今度逆行きましょう。今、右足抱えて左手だったので、今度は左足で立って逆の足を抱えていきます。今度逆の足を持っていきましょう。はい、まず抱えてレディーゴー、目つぶります。はい、頑張りますよ。はい、頑張って。とっと、お、伊藤いいですね。あら、みんな動いてますね。はい、OK です。はい、ナイトダウン2回目は良かったですね。はい、1回戻ってきましょう。で、一度音声ミュートを外していただいて、はい、まあ、普段なかなかやらないことだと思うんですけど、片足に立つっていうのは確かにバランスが必要なんですけど、さらに目を閉じるっていうのは、普段人間ってこう、視覚から外の情報を8割方その感覚として入れてるので、目をつぶるとその感覚が一切遮断されるってことは、体の中にあるその筋肉だったりとか関節についてるそのセンサーってのがあるんですよね。それがバランスを保って立ってやれる状態を作る。で、今みたいに目を閉じると急にこうバランスが崩れるっていうパターンの場合は、かなり視覚で頼っちゃってるので、目が疲れやすかったりとか、体に疲労が溜まりやすかったりする。で、今回、そこの軸を作ってあげて、バランス感覚を鍛えていくっていうのも一つポイントになりますので、これからやるトレーニングをやってみて、どのくらい変わったかっていうのを最後見ていきますので、皆さんよろしくお願いします。はい。はい。何かここまでで質問とかありますか？大丈夫そうですか？大丈夫ですか？ OK。OK です。では音声ミュートにしていただいてトレーニングの方やっていきましょう。ではですね、はじめは肘をついていただいて、肩も真下ぐらいに引きます。で、手の足も肩幅に広げていきます。こんな感じですね。で、ポイントとしては肘と膝が離れるほど、負荷が高くなります。なので、ご自身で調整していただいて、この状態を作ります。膝、股関節よりもちょっとだけ膝を後ろに下げる。そして、肩幅より少しだけ足を広げましょう。こんな感じ。で、背中が丸くならないように、お尻を少しべっちりにします。OK です。で、この状態でのまま、左足を後ろに伸ばす。これでキープしましょう。OK ですか？上げたときに、こっちにこうやってずれないように、最初の姿勢のまま足を伸ばす。お腹周りを意識して固定しましょう。では、皆さん一斉にいきます。一回降りていいですよ。レディー。はい。アップ上げて、上げるというか、まあ、後ろに伸ばしましょう。そう、上げすぎなくていいですよ。そうです。で、少し頭上げて、そうです、OK。いいですね。5、4、3、2、1。
はい、オッケー。で、次、反対側行きましょう。同じような形で、膝の位置も同じ、足の幅も一緒にして、このまま逆足伸ばす。はい、キープ、レディー、ゴー。呼吸止めないですよ。鼻で吸って、深く吐く。はい、もうちょっと、残り5秒。4、3、2、1。はい、OK でーす。OK。今ので、この辺、なんとなく意識とかできましたか？大丈夫そうですか？ OK。ちょっとなんか肩に力入っちゃったりとか、この足の先とかに力入ってる方は、ちょっとこの手とかで踏ん張りすぎてます。こうなっちゃってるので、位置を、肘の位置とかをちょっと変えながらやっていきましょう。で次は腕を上げる。この状態、さっきと一緒ですね。肩、手は、肩の真下。両手を広げて、足をまた広げます。で、しっかり噛んでもらって、この姿勢のまま、手を上げる。そう、体がずれないようにして、まっすぐ上げていきます。遠くに手を伸ばすようなイメージでいきましょう。では行きます。四つ目になって、レディー。はい、アップ。上げて、そう。はい、軽くお尻引きます。オッケー。お腹でキープしながら、手をキープして、5秒、4、3、2、1。はい、戻します。では反対行きますよ。レディー。はい、アップ。あ、いいですね。いい姿勢ですよ。耳の位置ぐらいまで上げていきましょう。はい、キープ。5、4、3、2、1。はい、戻しましょう。OK。いいですね。皆さん、いい感じですね。じゃあ、ちょっと、スタートを上げていきます。今の姿勢のままで構いません。このまま、膝を地面から離します。そう。で、こういう風にならないように、お尻を突き上げるんじゃなくて、膝をギリギリに、ちょっとだけ上げる。で、お尻から引く。で、お尻の肩が、こういう姿勢が前に出ちゃってると、肩が痛くなるから、手を引く。そうそうそう、OK。で、逆に膝を少し後ろに引いて、そう、このまま膝を地面から少しだけ、2センチぐらい上げる。はい、で、お尻引いて。はい、皆さん行きますよ。レディー。はい、アップして。このままキープ。あ、呼吸が止めないように、背中を埋めないようにしましょう。はい、5、4、3、2、1。はい、OK。いいですね。ちょっと水入れて、水分補給してみましょう。OK, OK. 今までやったのは、体の正面の、この真ん中のラインのトレーニングですね。お腹、腰回り。で、これからやるのは、横のお腹と、お尻と、内転筋。ここで、体を。で、縦の動きっていうのは人間こうお辞儀したりとかまっすぐ歩くことはするけど横に歩いたりは基本しないよね。横に歩いてる人って多分見たことないと思うね。こうやって歩いてる人普段の日常であんまり左右に動くってことはほとんどないんですよね。で体のこうやって骨盤がこう揺れて歩いてる人が多いんですけどこれは、この横側がすごく弱くなっちゃって、ここで支えられてない体を。なので余計なエネルギーを使って、前に進みたいのに、体が揺れちゃうから、すぐ疲れちゃう。っていう形になってしまうので、
そこを押さえる、骨盤を安定させるようなトレーニングになりますので、ちょっとチャレンジしていきましょう。では、今度は横向きがメインになります。田村、大丈夫？では、肘をついていただいて、肩の真下に肘を持ってきます。で、両足を曲げます。で、このまま膝を後ろに持ってきて、ね、そうすると腰がこう反っちゃうと思いますので、反らないように下の骨盤をちょっと引きます。そうです。OK です。で、この状態で、この横のお腹を上げます。そうです。そうするとここでキープする形になると思います。横の腹筋を使います。このままキープしますよ。レディー、ゴー。そうです。で、頭が前に行かないように、少し後頭部を後ろに引いて、顎を軽く引きます。そうです。ああ、いい姿勢ですね、皆さん。素晴らしい。で、鼻で吸って、息を口から吐いて。はい、OK。次、ラウンド2いきます。次は、こことお尻を使います。いきますよ。まずちょっと見ててくださいね。まずさっきの感じで、ここを上げる。で、上げて、前に戻して、足を伸ばす。で、この時に、肩に力が入る方は、こうなってるか、こっちに近すぎてしまってるので、ちょっと息を調整しながら、肩にあんまりこう力が入らないような位置を見つけていきましょう。OK ですか？では行きましょう。まず、ここを上げる、アップ。で、手と足を伸ばして、キープ。はい、行きましょう。ゴー！呼吸止めないでしょ？腰を反らないように。お、いいですね。ここの横意識と、お尻。足が下がってますよ。アップ。そう、頑張って。3、2、1、はい、OK! ナイスです。次は内転筋。さっきの内側の筋肉ですね。右足を前に持ってきて、そのまま寝ちゃいます。はい。で、こっちには力を入れないです。手だと楽にして、左足をまっすぐに伸ばします。このまま地面から足を上げる。こう、OK です。これを10回いきます。10回やったら、前に動かす、後ろに動かすっていうスイングを10回いきましょう。いきますよ、レディー。はい、アップ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、キープしたまま、スイング、はい、2、3、4、もう一回し、5、6、頑張って、7、8、9、ラスト、はい、OK です。OK、大丈夫ですか？なので、横、お尻、内転筋、力を入れました。では、今度は反対側行きましょう。反対になっていただいて、同じですね、肘をついて、手はリラックス。まず、両膝を上げます。両膝を曲げて、後ろに引きましょう。体が横の一直線を作ったら、お腹が出ている方は、下の骨盤を後ろに引く。そうです。OK。逆にこっちがこういう風になっちゃうのが一番良くないので、必ずここを引くようにしてやってください。で、このまま、上げる。まずキープいきましょう。レディー。はい、アップ。はい、いいですね。キープ。鼻で呼吸をして、吸って、はい、口からぐーっと今吐いて、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 
はい、そして、外して。はい、吐いて。3、2、1。はい、OK! できる。いいですね。OK! では次は、持って上げて、前に伸ばして、足を伸ばす。足は30度から40度ぐらいまでいきましょう。はい、ではアップしてから、はい、伸ばす。はい、キープ、スタート。呼吸して、鼻で吸って、口から吐く。ここ上げましょう。ここ頑張って、足も頑張って。はい、呼吸止めない。3、2、1。はい、OK です。ナイスです。では、最後いきましょう。こっち、足を持ってっていただいて、寝ちゃいます。で、右足を伸ばして、下の足を伸ばして、アップ。そうですね、OK です。で、皆さんいきましょう。レディー。はい、アップ。ダウン。2、ダウン。3、アップ。4、OK。5、ナイス。6、プー。7、はい。膝を伸ばして、8、9、はい。上げたままスイング。前、後ろ、前、2、はい。前、後ろ、3、ナイス。はい。4、頑張りましょう。5、リズムのペースで、6、はい、7、8、はい、9、ラスト。はい、OK です。ナイス。これで股関節までしっかり刺激入っていきました。ナイスですね。まあ、ちょっと水飲みつつ、休憩しがてらで全然構わないですよ。うん。結構これをやってると、体がくの字になったりとか、してる人は結構多いんですけど、今回の参加者の方は皆さんいい感じになっているので素晴らしいです。よく今体幹の本とかで結構このポーズを真似るみたいなのがいろいろあるんですけど、意識するポイントを間違えると逆に姿勢が悪くなってしまうので、このようにちょっとやってみていただけるとと思います。さあ、最後はですね、ちょっと若干きついことをやります。この今までやってきたのを複合的に体が使えるようになったかをちょっと確認します。それは2つやります。で、両方30秒やって、10秒間休んで、30秒最後やって、10秒間休むって形で、2回、やってみますんで、余力があればそれをもう一回やります。それを土台しながらちょっとやっていきましょう。では、やることをちょっと説明していきますので、非常に簡単なので、寝ていただいて、手と足を伸ばします。で、このまま円を描くように回ります。これが一つ目ですね。で、もう一つ説明しますね。もう一つは、うつ伏せになります。で、手と足を上に上げます。この状態で、時計回りに、これが0の位置だとすると、3時の姿勢1、9時の位置まで左右にずれます。3までいったら0に戻って9の方を目指す、このような形です。これは何をやってるかというとですね、体幹というのは先ほど言ったようにこの胴体の幹の部分になりますので、手と足が不自由になるとここを使うしかないんですよ。なので、まあ原始的な生物で言ったら魚とかはこう手足がないわけでこうやって動くじゃないですか。そのイメージで手足が不自由になった状態を作って体で移動をしてみてください。
はい、できる範囲でいいです。ちょっとやってみましょう。ではチャレンジ少しやってみましょうか。まあ、仰向けになってで、手足伸ばすのきつい方は膝曲げても OK です。で、前後に体を横に左右に振って動きます。あ、いいですね、いいですね。あ、いいですね、皆さん、いけるいける。お、OK。はい、あんまりやっちゃうと疲れちゃうのでOK です、OK です。じゃあ今度うつ伏せになって、手は上、足もちょっと曲げた、そう、膝曲げた状態でちょっとくねくねしながら左右に3時の位置まで行って、はい、0に戻ってきて9時の方に行くという形ですね。これはかなりきついです。はい、OK。 はい、まだこれウォーミングアップですよ、確認なんで。はい、伊藤さんはあの頭が良くてあんまり動いてなかったですね。 OK。 じゃあここ30秒最後やっていきましょう。見せていきますよ。さて、誰が一番回れるか。では行きましょう。10秒前、上向きになっていただいて、3、2、はい、アップ、はい、向いて向いて、はい、向いて向いて、はい、回って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 、止めない止めないように、あ、いいですね。そう、このまま回って、そう、はい、はい、頑張って、準備できましたよ。はい、はい、はい、待って、はい、はい、待って、3、2、1、はい、OK! いいですね、ナイスバイト。誰も止まってなかったですね、今。素晴らしい。では、続けていきましょう。ぐつぐつやっていきますよ。はい、3秒前、2、1、はい、スタート。はい、動いてる。チェックしていきましょう。はい、でこちらはただトレーニングをしっぱなしじゃなくて、最後皆さんでクールダウンして体もしっかり柔軟性を手に入れていくって形になってますんで、よろしくお願いします。はい、ではこの状態で動作します。で、両方手を後ろについてお尻を引きます。で、手を膝の上に乗せていただいて、足の上を合わせていきつつ、いけるところまで伸ばしていきます。で、下を向かないように斜め前を目線に向いてずっと伸ばします。呼吸止めないように、はい、結構です。では次は内側を伸ばしましょう。開脚していただいて、手を後ろに回します。で、また同じように骨盤を後ろに引いて骨盤を立たせます。で、このまま右手で左のつま先にかけてぐーっと伸ばしていきましょう。で、鼻で息を吸って口から吐いて、ふー、はい、結構です。そんな反対側、右のつま先に向かって、
ぐーっと息吐いて、はい、オッケー。では次は足を閉じます。右の足に左足を乗っけます。で、右のかかとをお尻に近づけます。まっすぐ近づけましょう。で、その状態で手を後ろについて、またお尻を引く。そして膝をまたかかとを寄せます。そうすると、このお尻が伸びてくると思います。あんまり伸びてないなって方は、この状態で左手を間から入れて、右足を持ちます。このまま倒れて、寝ていただいて、自分の方にぐーっと引きましょう。そうするとお尻がしっかり伸びてきます。はい、オッケー。では今度は左足に変えていきましょう。左足の上に右足乗っけるで、後ろに手をついて左のかかとをお尻に近づけます。そして一回骨盤を後ろに引いていただいて、これですね、手を間から通してこのまま寝ちゃいます。はい、OK です。じゃあ腰周りのストレッチをちょっとやっていきましょう。うつ伏せになります。で、両手を広げます。で、この状態で右足を斜め後ろにぐーっとひねる形で、で、こっちの手が上がらないようにしっかりくっつけていただいて、足と逆方面を見ます。鼻で吸って、口から吐いて、はい、OK です。戻しましょう。反対の足行きましょう。左足をぐーっと一緒に、はい、OK です。では最後ちょっと確認していきましょうか。またこの状態で右足から持って目をつぶります。意識はお腹周り意識して体を支えるのと、足の裏、つま先だったり親指の方に体重かけないように注意してやってみましょう。ではまず右足抱えましょう。はい、まだ目つぶないでくださいね。レディー、はい、目つぶってゴー。はい、頑張りましょう。そう、支えるところ意識しながら、はい、OK、 OK です、 OK です。で、この逆いきましょう。はい、左を抱えて、まずは目をそのまま、はい、レディー、はい、目閉じてゴー。お、いいですね、いいですね、素晴らしい。お、お、お、はい、OK。 はい、皆さんお疲れ様でした。ちょっと一回こちら来ていただいて、音声をミュート解除お願いします。はい、客観的に最後 の、 あのバランスのやつを見させていただいてたんですけど、20秒やってたんですね。で、その中で、まあ、大体最初にやってた時はみんなあのだんだん画面から消えていくような感じになってしまったので、で、2回目はだいぶその場で状態作れてましたし、最初
スタートした時は3秒ぐらいでもう足ついてたっていうパターンの方もいましたけど、最後はもう10秒以上持ってたので、この短い、まあトレーニング自体は15分ぐらいしかやってないんですけど、ちゃんと意識して体を使えてたってことですね。はい、なので素晴らしい、いい感じです。トレーニングするときは自分の体の認識といって、どこを使ってるかを意識しないと、ほとんどあの機能的といって、その普段の生活とかで変わっていかないんですよね。なのでこうやってちょっと意識を変えるだけでも、日常生活に姿勢が良くなったりとかっていう風に変わってきますので、まあこのように取り組む姿勢ちょっと変えていただけると思いますので、よろしくお願いします。はい、で、こちらの動画の方ですね、後ほどYouTube にアップさせていただきますので、まあ、ちょっと自分の動きとかを見ていただいて、なんかわからないことだったりとか、こんなことやってほしいとかっていうのは要望がありましたら、コメント欄にお願いします。はい、まあ、運動は継続して刺激を入れた方がより効果的になりますので、お時間ある人はぜひまた参加の方お願いします。はい、では本日はありがとうございました。お疲れ様です。よろしくお願いします。